皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土パフォーマンスです。今回はアドベンチャーの続きをお伝えいたします。早速こんな感じでバラバラになっております。まあ、基本的にワイドスタープラスアルファそのオフロードチックなパーツなんで、まあ、作業の大変さでいうと、まあ、とてつもない作業量になってるみたいです。でもう全部バラしてウインチなんかも、まあ、仮付けですけれども、これがちょっとバンパーももちろんそのワイドスターのバンパーつくんで、この辺がちょっと難儀してるみたいです。まあ、もちろんこの配線もありますし、このウインチをつけてからバンパーなのか、それともいろいろつける前にやるのかで、なおかつこれ今ついてないんですけど、このブルーバーみたいなちっちゃいのもつくんで、まあ、ちょっとその辺なんかもあるんでかなり難儀してるそうです。そしてそれと同時進行で、まあ、バラバラにして、ワイドスターの作業も進んでますんで、フェンダーも取り外されて、キャリパーももちろんブラバスロゴを入れるためにキャリペンの作業に入ってるんだと思います。で今絶賛配線作業も同時に進んでる感じでございます。そしてあとはルーフ、ご覧くださいませ。今回真っ白白からツートンになっちゃうんで、ルーフはラッピングで今回黒くなっております。そして横はもうサイドステップなんかも当然取り外されて、マフラーもおそらく変わるんじゃないでしょうか。こんな感じでもう何もなくなっております。ゲレンデこうねフェンダー取ると急にちっちゃく見えるっていう、まあ、作業中あるあるなんですけど、でリアも当然キャリパーが全部外されて、もう本当にもう一大工事、新車のはずなのに、はい、バラバラになっております。そしてリアもバンパーが、でこの辺は今ペイントの下準備段階なんで、ちょっとこの後見てみたいと思います。そしてこちらが、まあ、ブルーバーと言うべきか、大げさなナンバーステイと言うべきか、こんな感じでバンパーのグリルの前というかにこうパチンとつきます。ただこれもナンバーベースを兼ねているんで、ここにヨーロッパナンバーが多分つくんだと思うんですけど、明らかにこう国産とナンバーが違うんで、サイズがちょっとそもそもどうやってナンバーを止めるか問題がただ今発生しております。そしてその前につくやつがこれかな、多分ここからフィンチのケーブルというかワイヤーが出てくる。これはアルミなんですね。めっちゃ軽いです。ただ作りはかなりいいです、はい、こんな感じになっております。さあそしてこちらがワイドスターのワイドになるところ、フェンダーとかです。一応今これ黒いサフェーサーが吹いてあるだけの状態です。でこれなんで今これ外にあるかっていうと、ここ水溶き場って言って、水かけながらこう溶くで塗ってまたこう研いでっていうこうやる場所なんで、まあ、水が流せるように半分外になっております。でもう本当にまず一番ベースの状態を塗っただけなんで、黒のサフェーザーが塗ってあるだけの状態みたいです。でここから、まあ、色を入れていくと。で、まあ、今回はこのワイドのこの部分、フェンダーの部分は純正の黒で、でここのダクトのここがサテンブラックで仕上がるそうです。なんでフェンダー4枚と、あとバンパー、前後バンパーだと、これがそのダクトの部分ですね。だとその他もろもろステップのところだったりだとか、もう早速準備されております。もう本当に始めたばっかりという感じなんで、ここから何回も塗ってクリア塗って研いでを繰り返していくんだと思います。最後取り付けもあるんで、まだまだちょっと道のりは長い感じでございます。さあ皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますって言われると、ありがとうございますって言っちゃうタイプ、土パフォーマンスです。まあ、新年一発目撮ってる動画がこの調子なんですけれども、今年も皆様よろしくお願いいたします。そしてですね、今年からちょっとボンドボディの制作シリーズの動画に関しては Vlog でちょっとお届けしようかなと思います。制作のそのタイミングとかはちょっとなるべくリアルタイムに伝えた方がいいなっていうのをちょっと改めて思いまして、今年からちょっとスタイルを変えて、Vlog 方式で前代まとめてサクサクっとリアルタイムにお届けしたいと思います。というわけで新年一発目からちょっとボンドボディに向かってるんですけども、ご覧ください、この天候。いやー、つい先日ご紹介させていただいた横浜のウィンタータイヤ V906、もうもってこいですね。最高です。
皆さんちゃんとまだ買ってない方は V906 にしましょう。というわけでゴリゴリの宣伝を入れたところで、ちょっとこれからボンドボディに向かうんですけれども、なんと今日1月6日なんですけれども、オートサロン出店車両をこれから組み立ててるっていう、その様子を見に行っていきたいと思います。噂ではっつって大事件が起こってるようなのでっつって、さあそんなわけでこんな天気なんですけども、せっかくなんでちょっと V906 の話をちょっとしながら行きたいなと思います。羽倉橋渡ります。でちょっとこのウィンタータイヤ別の動画でご紹介させていただいてるんですけども、詳しくはそちらをご覧ください。でこのタイヤ何がいいって、要はオールシーズンと、スタッドレスの中間なんで、オールシーズンだとどうしてもちょっとその走行性能いい代わりにちょっと冬場の性能がちょっと弱い、で逆にスタッドレスだと、走行性能がだいぶスポイルされちゃうと、せいぜいその速度記号が 9かな、140キロぐらいなんで、要はその飛ばした時、普通に走ってもそうなんですけど、ちょっと剛性感が足りないと。でそこの間をつくのが今回の V906 ウィンタータイヤ、こちらでございます。でもちろんそのスタッドレスみたいに履き替えはやっぱり必要です。冬場履き替える必要があります。オールシーズンみたいにずっと使える、1年通して使えるタイヤじゃないんで、冬用に履き替えていただく必要があるんですけれども、その分しっかり走れると、一応速度記号が V または H かな、あ違う V または W か、なんだ V または W かな、はい、240キロから270キロなんで、かなりこのタイヤの剛性感があるんで、しっかり走れると、あとはもう一つ大きな利点としては、こういう濡れた路面、凍結した路面はダメです、基本的に表情性能はないんで、凍結した路面ダメなんですけども、こういう濡れた路面だったりだとか、あとシャーベット状の路面なんかはもう抜群に効果を発揮する、排水性能がすごくこう優れたパターンをしてるんですね。なんでこういう路面、濡れた路面なんかでも、かなりしっかりグリップする。逆にスタッドレスだと濡れた路面だとどうしてもこう排水できない分ちょっとその性能、あまりないんですけれども、こちらの、ウィンタータイヤであれば、そういった使い方もできるという、まさに都市部、ちょっと東北だったりだとか北海道だったりとかっていうユーザーの方にはあんまり向いてないんですけれども、降っても、年に1回2回でまず凍結することもないっていうような都市部にお住まいの方だったら、かなりハマるタイヤじゃないかなと。というわけで今回僕らのこの撮影車にも履いて乗ってるんですけども、本当にすごくしっかりしてて、高速移動なんかにも非常におすすめのタイヤでございます。というわけでタイヤのお問い合わせはボンド各店までよろしくお願いいたします。もうターボでターボのノーマルしかないはずだね。ベースをつけて、通るに決まってるじゃないですか。田口さん何言ってるんですか。ベースつけ直してそれに変わってる。そうだね、スリーピースのやつだからまあちゃんです。あと何日ある？私ですよ。あと何日ある？1週間です。1週間ないですね。1週間後には搬入です。はい。まあちゃんです。私ですよ。というわけで今ボンドボディに着いたんですけれども、なんと問題発生ということで、ちょっと順を追って説明しましょう。こちらの車ご覧ください。なんとオートサロン出店予定のタイタンが本日より入庫いたしました。拍手してるけど、なんとこれがオートサロン搬入1週間前でございます。1月6日、まあ狂ってますね、はい。そして入庫したのはいいんですけれども、今問題が発生していて、こうパソコンの画面に何やら、テックアートのデモ感になるんですけども、テックアートの説明書がこうデカデカと、はい、表示されていると、なんとですねエアロがつかないんじゃないかっていう笑い事じゃないね、はい。ちょっとあるものを合わせたら全然形が違うんで、付け方があるんじゃないかっていう、今ちょっと調査をしてたところみたいです、はい。これはもう本当にガチでリアルでお届けしますん で、はい。でちなみにこちらが、タイカンの、車両担当大宮店の関口くんでございます、はい。じゃあちょっと車見てみましょうか、はい。どのぐらいやばいのか本当にリアルにお伝えしますんで、なんとこちら前後つかないんですか。田口さん、前後つかなそうなんですか。何ですか。つかないなんてことはない。前は大丈夫。前は大丈夫。はい。ちょっと前後サイドないんだよね確か。サイドもある。あ、サイドもあるんだ。サイドは確かに。フロントサイドリアのエアロセットになるみたいなんですけど、ちょっとそのままじゃつかないんじゃないかっていうオプションが多いからね。これはね、カーボンスパーツパッケージっていう車オプションのエアロパーツみたいな。
あパッケージオプションがついてるからちょっとそのままポン付けできないんじゃないかっていうちょっとそういう話みたいです。あ、この辺こういうこと、これが一応差し替え、はあ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 、え、じゃあ何この純正のカーボンとか全部ご成功感になるってこと。そう、ここの下側が、うん、ここが今あーパートのやつですけど、ちょっともう一回車で、これが、あ、なるほどね。え、全部取ればつくんじゃないのこれ。いや、これは基本的にテックアウト側の方は純正のこのシステムに対して、うん、この灰色になってるところがかぶせるっていうところなんですね、うん、はあ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 。で、このパーツをこの純正のバンパーに対して、あー、なるほどね。全然形違うじゃん。そうそうなの。え、これ取ってもそれ出てこないんだよね。ただ、こっちに関しては、うん、今、そのオプションのパッケージ付いてるターボ S なんだけど、で、うん、この純正側の方を加工するして、あ、つけろって、あー、なるほどね。じゃあ加工すれば前はなんとかなりそうなんだ。なるほど。結構部品点数も多いみたいです。この下側とこのへの字のやつとリップとあとこのこの辺が全部ごっそり、あ、ここも変わるんだ、やば。え、これめっちゃかっこよくなりそうじゃん。そして真ん中にはこのテックアートのロゴも入るみたいです。そして、え、横もこれカーボンのついてて大丈夫なの、これ。このオプションの今パッケージがついてるんだけど、横はもう丸々ごそって今の部分から、あ、なるほどね。バコンとあっちの、はあはあ、え、じゃあもしテックアウトのエアロ組みたいんだったらパッケージ入れない方がいいってこと。パッケージは入れない方がいいと思います。入れるともったいなくなっちゃうみたいです。はい。って言っても日本1号車だからね、やっぱりちょっといろんな試行錯誤が必要になるみたいです。あ、これがフロントのあれか。こっちが。え、これめっちゃかっこいいじゃん。すごい。あ、あ、だからこれあれ袋になってないで思い切りこうかぶせて中がこう。そしてめちゃめちゃ軽い。片手です。片手。余裕です。あれ、テックアートも自社だよね、全部。テックアートも全部カーボンパーツ自社でドライカーボン作ってますんで、まあ、ドライのこの真空引きした袋の跡がこうついてますけど、はい、こんな感じで、はい。で、これがトランクスポイラー。で、トランクスポイラーも何？これも純正のパーツにかぶせ。あ、そうなんだ。へえ。こんな感じになるみたいです。あとはリアが問題なの。これが結局問題ってこと？ああ、これじゃあ当日までにどうなってるかリアルにお伝えしましょう。はい。そしてこの辺がごっそりサイドスカートと、わ、すごっ。え、結局ボディ側にもすごく被るんだこれ。はあ。やば、後ろのこのステーのとこもすごいじゃんこれ。純正じゃんなんかもう。へえ。で、この辺はやっぱり普通のエアロと違ってあの修正できないんで、フィッティングをぜひ会場でよく見ていただきたいかなと思います。結局作りが悪いともうそこのフィッティングってカーボンパーツ修正しようがないんで、まあ、品質の良さが良し悪しがすぐ見える部分なんで、ちょっとこの辺は詳しく見てみてください当日。そしてこの辺がリアなのかな。これ何、これこれ全然違うパーツ。これが前の一番下。はあ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 。あ、なるほどね。これ純正のやつなの、これ何これ。あ、でもこれあれだね、テックアートのあのウレタンのパーツだね。テックアートこういう、あー、なるほどね。切ったり貼ったりして足んないとここれで作ったりして、でテックアートこういう樹脂のパーツも全部自社で作ってます。これ実際僕も工場行って見てきて、それ動画になってるんで、もしよかったらその辺も見てみてください。じゃあちょっと
要準備が必要な感じで、まあ、なんとかなりそうってはなんとかなりそうなのかな、まあ、なんとかなんなかったらなんとかなんない状態で多分リアルにオートサロンで展示されると思うんで、皆さん見てみてください、はい、じゃあテックアウターはこれから1週間ダッシュで組み上げて、はい、来週金曜日から、金曜日がプレスなんで土日皆さん見ていただく感じになると思うんですけど、ちょっと展示に向けて頑張りたいと思います、はい、って言っても僕は何もしないんで、はい、頑張って届けたいと思います、はい、一回大宮店で行ったから開けてみたけどいい感じ。え、いいじゃん、やば、うちのカメラマンセレクト、はい、うちのカメラマンちなみにテックアート担当なんで、これいいね。で、俺もアンダーしたんだよ。あ、そうなの。ああしろこうしろ言って、うん、頑張ります。これのベージュのところがこの純正のこのベージュに合わせたのね。色味もバッチリじゃん。なんとなく伝わりますでしょうか。で、このパンチングの中がボディカラーのこのネプチューンブルー。わかりづら。ありげない。確かにね、ここ全部青とかじゃちょっとね目立ちすぎちゃうもんね。で、こっちがドライなの。これ純正じゃないでしょ。それも変えた。いいね。ここレザー巻いて。あ、ここ巻いてあるんだ。うわ。レザー巻いても別に動作は全く問題ございません。いいね。おしゃれでしょ。めっちゃおしゃれ。いいね。これカーボンいいね。ここも後になって教えてもらった。あ、設定あるよって。やっぱり内装って外装以上にちょっと満足度高いよね。毎日触るし見るし、はい、すごい、すい、これだからポルシェ何でもいけんだよね、カスタムステアとこのマットは。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。このレザーのところもじゃあ全部合わせてベージュにして、これ純正の張り替えじゃないよね。じゃないんだよね。じゃないよね。けどなんかもう純正並みのこの毛足と質感で、これもちろん純正のやつがパチッと使えて、テックアートのロゴもしっかりここに入ってる。でこうステッチとかこうふにゃふにゃってなってると残念な感じするけど、やっぱりさすが内装職人テックアート、うまいね。これいいね。ちょっとこのマットだけでも結構テンション上がるかもね。特にこう中古なんかだと結構マットさくたびれてる車なんかも多いじゃん。マットをテックアートで新品にするっていうのはすごくいいんじゃないでしょうか。入りません。出しておきましょう。さあ、そしてもう一台こちら、ブラバスアドベン、あ、ちょっと待って、いやー危ねえ、忘れるとこだったぜ。さあ、もう一台はこちら、これですか。あ、いい帽子が、はい、結構お問い合わせいただいてるみたいなんですけど、ブラバスのホームページから個人輸入でも買えますんで、興味ある方はちょっと見てみてください。そしてこちらアドベンチャーがかなり形になっております。これちょっとやばいね。これここ、こんなにあれなんだね、ワイルドにこうガバッて開く感じで、このどでかいウインチと前回言ってたちょっとこのナンバーステで、このウインチがワンっていうメーカーになるみたいです。あれ、これってさ、あ、一応こっからできるんだ、切り替えが、はい、できるみたいです。すごー、これバカってここ本来ある感じですよね。待って、ちょうどここ待ってます、大丈夫です、はい、あ、そういうことなんですか。でワイドスターのバンパー加工プラスこういうアドオンなパーツで成り立ってるんですよ。はい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 、
まあ、届いた時にはもう加工してありましたよね、ここ。そう、で、これもすごく品で。あ、これもブラブサルスなんですか。これ。へぇ、普通のやつだと、はい、穴が開いたままになっちゃうから、はい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 、ちょっとワイルドなあれっすね、蓋っすね。あ、そういうことなんですか。あー、リモコンを。はい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 。へぇ、すごっ。そして入庫した時真っ白白だったんですよね、車。それが見事にツートンカラーになっております。じゃあ結構もう終盤っすねって言っても、まあ1週間前なんで終盤じゃないと困っちゃうんですけどそしてボンネットも乗っかって、でルーフがなんかちょっと今聞いたら、ルーフがなんか一部やり直しになるんですか。なんか高橋さんにしたんですけど、なんかカーボンのとことチッピングの塗装のとこと、なんか塗り分けがあんまりかっこよくないって言うんで、なんかそれやり直すみたいです。あ、残って、じゃあこのどでかいパーツがボカーンと乗っかってるわけですよ。そしてこれがめちゃめちゃ重いんで、本当に大人何人10人ぐらいでやらないと乗せられないっていう、なんか車高が下がりそうなパーツですけど、はい、こんなのが乗っかってる。で今回これに合わせてこっちはラッピングで屋根も黒くなってるみたいです。ただこれ乗せちゃうとラッピングも張り替えたりとかってそうそうできないんで、まあ、ちょっとその事前にいろんな準備が必要かなっていう感じはします。そしてあと他にもサイドスカートも黒くなってたり、あ、マフラーもついてるんですね。そしてブレーキのキャリパーもキャリペンが終わって、はい、おります。え、後ろめっちゃかっこいいじゃないですか。背面タイヤカバーもこんな感じで、これ確かバカってこれだけ開いてっていうのができるんだと思います。ここ鍵入れて、あ、これもしっかりカーボン逆なんだね、当たり前だけど。でもこれちょっとタイヤあれだね、なんかちょっと変えたいね、ゴツゴツのに。多分サイズアップはできるのかな。あ、できるね。そうだね、ちょっとこのノーマルタイヤじゃなくて、履かしゴツゴツタイヤ履くんだったらゴツゴツタイヤのこの背面にしたいですね。へえ。だから結構これ外すとここの触る楽しみも出てくるかな、こんな感じ で、あとはしごが高級品、これもワイルドにボディに直付けなんで、まあ、ちょっと男気が必要になりますけど、これなんかちょっとプロフェッショナルじゃないけど、なんかそういうオフロード感アップのパーツで、ちょこのスケボーのデッキテープみたいなのもちゃんと貼ってあって、あ、これ後から貼ったんだよね、違うのかな、貼ったんだっけ。こんな感じになっております。え、やばー、これはちょっとオーサルの会場でめっちゃ目立つんじゃないの。注目度半端ない気がします。これもちなみに日本1号車のはずなんで、アドベンチャーフルキットはぜひこれもちょっとぜひこれも会場で見てみてください。そしてちょっとこっち行きましょうか。他にもたくさんブラバスのパーツご注文いただいております、ありがとうございます。でゲレンデがやっぱり圧倒的に人気なのと、ちょっと多いんですけれども、まあ、他にも結構 S クラスとか GT とか、あとは S クーペか、あの辺もかなりかっこいいパーツラインナップあるんで、ぜひぜひボンド確定までお問い合わせください。ワイドスターアドベンチャーのラックの上のところの先端のパーツですよね。あのラックがここに突き刺さる。なるほど、アドベンチャーにしかつかない。あ、でこれ自体がこれは樹脂ですよね、多分。これは樹脂、結構重いから樹脂。でこれ完成すると分かるけど、表はカーボンなんですね。表カーボンが貼ってある。ああ、でここが見えちゃうんですか。見えちゃう。要はこれ屋根に乗っかる部品じゃなくてラックの先端につく部品だから、このぐらい屋根と隙間があるってことですよね。そんなにない。いや、ここは屋根にぴったりくっついて、あ、この端が見えるんですか。要は屋根がこの、あ、かなり屋根よりでかい、でかく。なるほど。見えちゃう。でここもともと何色なんですか。普通の艶消し。艶消し。ああ、
なんですけど、まあ、ちょっと処理がちょっとあんまりいまいちだったんで見栄えが良くない。ラック自体はチッピングのザラザラなんですよね。そうそうそう、だそれに合わせてこの見える部分も全部その塗装を施すみたいです。この両サイドとこのここもですよね、はい、だこれもだからこういう細かいちょっと芸が、はい、後々聞いてくるかなと、はいはい、こんなのも今絶賛、まあ、ちょっと1週間前にやることじゃないと思うんですけど、はい、やっております。そしてボンドボディのブログに時々登場するこちらの190190ですよね、確か190、はい、SL、 これも質問とかも多い。そうなんですよ、まあ、ちょっとあのクラシックカーブームも来てますしね、はい、絶賛レストア中でかなり作業が進んでるみたいです。さあこちらちょっと制作シリーズには全く関係ないんですけど、これ何のボンネットでしたっけ、トモヤさん。 A クラスのなんかカーボンフードらしいんですけど、この穴が開いてるデザインのカーボンフードらしいんですね。でこれがこう今こうパテでちょっと軽く成形されてこう自然に穴がこうダクトがつくデザインなんですけど、実はこれ2ピースのフードらしいです。要はここの部分とこっちのフード側で全然別のパーツで、本来は下からつけでしたっけ。だから下からつけるとここの辺の処理が要はこう合わせ面が見えちゃってダサいと。だから下からつけんじゃなくて上からこうかぶせて水を掘ってある程度つらにして接着してやる。今の説明で伝わりましたでしょうか。要は上からかぶせるとその厚み分こう浮いちゃうんですけど、薄くしたんでしたっけ。薄くした水を掘ってそれがピタッとはまるようにして作ってるという。だこれ出来上がっちゃったらもう自然すぎてどこが加工されてるか分かんないですよね。分かんないと思うけど、そのぐらいちょっとマニアックな加工がここ施されてるんです。だからまあ何でもかんでもできるわけじゃないですけど、市販のものでちょっとここが気に食わないんだよなとかっていうのあればうちの加工職人智也さんに言っていただければはい、そんなのもできるかもしれないって。はい、というわけで今回から Vlog 形式でちょっとボディの進捗をお伝えいたしました。まあ、Vlog にしたことに関するちょっとコメントも感想をいただければ幸いです。というわけで続きはまた次回の動画でお伝えしたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。